ゆずなライブで起きた金返せ、コールの真相を語る。悔しくて眠れなかった。テックインサイトジャパン2013年9月21日。ゆずなライブで起きた金返せ、コールの真相を語る。悔しくて眠れなかった。デビューシングル、夏色やアテネオリンピックの NHK の放送でテーマソングに使われた栄光の歌表など、数々の楽曲で幅広い層から愛される人気フォークデュオイズ。彼らはデビュー前にストリートミュージシャンとして路上ライブをしていたことは有名な話だが、実はデビューしてからも辛い時期があったらしい。9月19日のテレビ番組 R の法則に出演した2人が、デビューして間もない頃のライブで起きた金返せ、コール事件を振り返った。ゆずの新曲、友を旅立ちの時は NHK 全国学校音楽コンクールの中学校の部課題曲にもなっている。9月19日に放送された NHK R の法則では、ゆずの2人をゲストに迎えて同曲のグッとくるフレーズのアンケート結果を紹介。1位はどこかで僕たちは繋がっているの部分で、特に繋がっているの言葉に共感したという声が多かった。10代の視聴者からのそんな反応を受けて、ゆずの北川久人はデビュー曲のライブで挫折感を味わった苦い思い出を明かしたのだ。その日のライブも間もなく終わろうという時に、北川は最後の曲ですと紹介した。と残念なる声が返ってくるのはよくある光景だ。ところが観客の誰かが冗談半分で金返せ、といったところ、それが広がって会場から金返せ、が連呼されたのである。北川はそれをうまくかわすことができず、あ、ごめんとなってしまったという。悔しくて眠れなかったですねと今もその体験は鮮烈に思い出されるようだ。そんな辛い時代を乗り越えて日本を代表するミュージシャンの仲間入りを果たした彼らだが、今でも悩むことはある。主に北川は悩んで岩沢浩二に意を決して電話で相談することが多いそうだ。岩沢はめったに電話してこないので、かかってきたら何かあるぞと意を決して出ますと語った。ほとんどの場合は、北川はあの件だけど、俺はこう思うんだよねと相談すると、岩沢は俺もそう思う。じゃあ、と返して分かった。と北川は安心するというパターンで、30秒くらいで解決するらしい。高校生の頃はバンドを組んでいたこともあるが、バンドだと大人数でいろいろな意見が出て大変なのだ。岩沢はそれがめんどくさくて、2人組でやってると明かした。何しろ中学時代から同級生だった北川と岩沢は、当時ヒットしたトンネルズの楽曲、情けねえを教室でハモっていたというから、その付き合いは長い。彼らの歌に10代の中高生も共感するのは、その頃の気持ちを今も大切にしているからではないか。かっこテックインサイトジャパン編集部、マキーズミ。注目の新婦コロン、ゆず友を旅立ちの時に、合唱コンクール課題曲の新曲は DVD 付き、2013年09月19日。注目の新婦コロン、ゆず友を旅立ちの時に、合唱コンクール課題曲の新曲は DVD 付き、5月に発表したアルバム、ランドを引っ提げ全国ツアー中のゆずが、ニューシングル、友を旅立ちの時に、かっこセーナ&カンパニーを18日に発表した、NHK 全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、8から9月の NHK 総合、Eテレみんなの歌に採用されているこの曲は、もともと東日本大震災の直後にメンバーの北川久人さんが書き下ろし、東北でのコンサートで歌ってきたもの、その後、コンクールの課題曲の提供を打診された際に手を加え、今回発売したシングルの形となった、ピアノとストリングスの柔らかい音色がすますましいゆったりとした楽曲で、離れて暮らす友人への思いを歌っている。カップリングとして、タイトル曲をアレンジし直し、合唱隊と共に歌ったゆずと合唱バージョンを収録している。シングル、友を旅立ちの時は全2曲入り、レコーディングの様子を捉えたドキュメンタリー風のミュージックビデオを収録した DVD 付きで800円、初回生産分には、特典として北川さんによる友を旅立ちの時メッセージ付き手書き譜面カードが封入されている。かっこ毎日新聞デジタル。ローソンバツイズ、グラス付きゼリーなどオリジナル商品発売、エンタメ2013年09月01日、ローソンバツイズ、グラス付きゼリーなどオリジナル商品発売、アコースティック量ゆずとのタイアップキャンペーンが、ローソン各店で9月17日から行われる。ゆずマンデザインのオリジナル商品が販売され、ローソン限定プレミアムライブのチケットなどが抽選で当たる企画も行われる。登場するオリジナル商品は、オリジナルグラスがセットとなったタラミゆずグラス&ゆずみかんゼリー、398円、ゆず皮入りからあめくんゆず胡椒味、210円、ポップコーンゆずポン酢味、105円、小さなバカウケゆず胡椒味の4種、すべて、パッケージなどにゆずマンがデザインされている。また、これら4商品などの対象商品を購入すると、ローソン限定プレミアムライブ、ゴーランドゆずのホットステーションのチケットや、ゆずマンのオリジナルクッションなどが当たる抽選に応募できる。応募は9月30日まで。男の憧れ、孤独のグルメ、主人公、井の頭五郎のシングルライフ、楽天ウーマン2013年9月22日、男の憧れ、孤独のグルメ、主人公、井の頭五郎のシングルライフ、俺もあんな風になりたいという中高年サラリーマンが、少なくないらしい。テレビ東京の人気ドキュメンタリードラマ、孤独のグルメ、水曜深夜の主人公、井の頭五郎が、毎回、仕事先でうまそうな飲食店を探し、看板料理などを懐具合も気にせず頼みまくり、一人腹いっぱいになるまで食べ尽くす中年男という設定で、俳優の松重豊が演じている。中高年になると、暴飲暴食はご法度だし、やろうとしても、小遣いがついていかない。とりわけサラリーマンには、昼間からのんびりするなんて夢のまた夢だ。五郎は個人で輸入雑貨商を営んでいるらしいが、一体どんな境遇の男なのか。場所は明らかにしていませんけど、きちんと自分の事務所があって、自分で仕事量やスケジュールをやりくりしています。食のほか、身だしなみにもこだわり、黒いカバンは本革を基調とした紳士カバン専門の司会者のものですし、原作の漫画によれば、愛車は BMW、デコで甘党ですが、空手を使い、実は体育会系なんですね。大金持ちというわけじゃなくても、一人の生活を楽しむだけの余裕はあるというわけです。40代の男性さん、ますます憧れてしまう。日刊現代2013年9月21日掲載。松田龍平と翔太、役者としての違いと父から受け継いだ DNA、ニュースポスト72013.09.22、松田龍平と翔太、役者としての違いと父から受け継いだ DNA、兄弟で活躍する俳優は多いが、今最も注目を集める役者兄弟はこの2人かもしれない。NHK 連続テレビ小説、あまちゃんの水炊き役で、幅広い視聴者の注目を集める松田龍平、30歳。一方、数多くの人気ドラマに出演。10月スタートの月9海の上の診療所、フジテレビ系に主演する松田翔太、28歳。2人の俳優としての魅力とその違いについて、コラムニストの天野野さんが解説してくれた。龍平さんと翔太さんは、出演する作品の傾向にも違いがあります。そのせいか、キャラクターにも違いがあるように思います。龍平さんは映画、ごはっとで16歳でデビューしていますが、この頃から、美少年と言ってもジャニーズ系とは一味違う怪しげな感じを漂わせていて、面白い男の子が出てきたなというのが最初の印象でした。その後のキャリアを見ても、テレビドラマよりも映画を中心に活躍してきた役者と言えます。演じる役柄のキャラクターにも龍平さんは特徴がある。何を考えているかわからない役とか、癖のある役が多くて、恋に落ちるような役にはあまり縁がない。例えば、瑛太さんとダブル主演した映画、幻駅前食べん利券では、定食につかずフラフラして、何でも屋さんを手伝うふりをして何にでも首を突っ込むという、ちょっと変わった役なんですけれど、そういうものを演じさせるとすごくいい味を出しますよね。あまちゃんでは、あまり表情には出さないけれど、情熱や温かいものを持っている水炊きが彼のハマり役になった。ごはっとから蓄積してきた彼のキャラクターのイメージがあるからこそ、うちに感情を秘めた水炊きという役に説得力が出てきています。一方、翔太さんの出演作はテレビドラマが多いですよね。今回、月9で主演するようにテレビドラマの王道を進んでいます。海の上の診療所で演じるのは3枚目の石です。ライアーゲームのようにクールでかっこいい役もありますが、映画、名探偵の掟やドラマ、ドンキホーテのようにコミカルな役も演じられる。どこか影のある龍平さんとは対照的に明るいイメージがあって、出演作のジャンルも龍平さん以上に様々です。ただ、2人ともアイドル的な二枚目とは違う、どこかアーティスティックな雰囲気があります。それはお父さん、松田優作さんの DNA を受け継いでいるからかもしれません。彼らの演技に松田優作を見るときもあります。特に龍平さんは、背が高くて猫背っぽい姿勢や、セリフを言うときに下唇がボソッと動く瞬間は似ているなと感じますね。水たくがぼーっと立っていると、なんとなくお父さんの面影を感じるときがあります。優作さんの代表作ドラマ、探偵物語もどこかコメディタッチでしたが、怖い顔をしながらも面白いことを言う、みたいなところがありますよね。竜兵さんも翔太さんも、そういう芝居をとても自然にできる。また、優作さんのように、いるだけでオーラが出ているというか、役者としての存在感みたいなものを持っています。それは彼らが父親から受け継いだ、内面から醸し出されるキャラクターがあるからだと思います。ただ、優作さんのように、役者仲間と殴り合いの喧嘩をしたとか、酒を飲んで暴れたとか、武勇伝の部分は息子にあまり引き継がれていないのかもしれません。笑い。板野友美、AKB 卒業の初仕事、マイナミバッサリ&金髪姿でイメチェン。オリコン2013年09月22日、板野友美、AKB 卒業の初仕事、マイナミバッサリ&金髪姿でイメチェン。元 AKB48 の板野友美が21日、京セラドーム大阪で開催された関西コレクション2013オータム&ウィンターにシークレットゲストとして登場した。8月27日に AKB48 を卒業の初仕事となった板野は前髪をバッサリ切って、金髪にしていましたとイメージチェンジした姿を広め、ソロとして気持ちを切り替える意味で切っていましたとアピールした。新ビジュアルの板野がランウェイに登場するや、場内には悲鳴混じりの大歓声。声援を浴びながらウォーキングした板野は約3週間ぶりのお仕事だったので、とても緊張しました。楽屋でもそわそわしてました。でも、楽しかったです。と笑顔を見せた。今後のソロ活動についてはいろんなことに挑戦していきたいです。音楽活動はもちろん、演技などにも挑戦していければと思います。と意欲的に語り、まずは、ソロライブをやりたいと声を弾ませた。俳優石田太郎さんが死亡、ドラマ収録中に倒れる。2013年9月21日21時58分、共同通信。俳優石田太郎さんが死亡、ドラマ収録中に倒れる。フジテレビによると、21日午後1時頃、相模原市のスタジオでドラマ収録中、俳優石田太郎さん、69が倒れ、同市内の病院に運ばれたが、死亡した。石田さんは京都市出身、金沢市の常慶寺の住職も務めた。同局広報部によると、石田さんは10月から放送の木曜劇場、独身貴族の収録中に急に倒れたという、多くのテレビドラマや映画で脇役として活躍。新刑事コロンボでピーター・フォークさんが演じる主人公の声を担当した。石田太郎さんが急死、収録中、声優でコロンボ役も、時事通信9月22日曜、石田太郎さんが急死、収録中、声優でコロンボ役も、21日午後1時頃、相模原市緑区の渋山スタジオでフジテレビのドラマ収録中、俳優声優の石田太郎さん、69が倒れた、病院に搬送されたが約3時間半後に死亡した、神奈川県警津久井署が調べているが、事件事故の可能性は低いと見ている、フジテレビや県警によると、石田さんは10月から始まる連続ドラマ、木曜劇場、独身貴族の第1話に脚本家役でゲスト出演、スタジオにある屋内プールでの撮影を終えて休憩し、そのままプールを歩いていたところ突然倒れたという、プールの水深は約90センチで、石田さんは当時海水パンツ姿だった。石田さんはドラマ、新刑事コロンボでピーター・フォークさんが演じる主人公の声を担当。宮崎駿監督のアニメ映画、ルパン三世、カリオストロの城ではカリオストロ伯爵の声優も務めた。ドラマ界の現状に物申した超大物脚本家山田太一。リアルライブ2013年09月21日。ドラマ界の現状に物申した超大物脚本家山田太一。男たちの旅路、NHK。岸辺のアルバム、TBS。不揃いのリンゴたち、同などの名作ドラマを手掛けた脚本家の山田太一氏がドラマ界の現状について本音を語ったインタビューが発売中の月刊誌、サイゾー、サイゾーに掲載されている。現状のドラマ界はといえば、まずキャスティング重視で、主役級になると半年前、早いと1年前からスケジュールを抑える、民放キー局のドラマ担当者というが、山田氏は人気になる俳優さんを揃えて視聴率を計算したって、ドラマはできません。人気者を1人捕まえたら、2から3人は新人を使うとかと指摘した。10月からは山田氏と関係の深い TBS で、キムタクことスマップの木村拓哉主演のアンドロイド OA、I、ノーズラブ、マスタート。今や、テレビ界ではキムタクに物申すこと自体がタブー視されている空気だが、山田氏は、キムタク主演の南極大陸は少しだけ見ましたけど、木村拓哉さんがやってくださっているという空気が画面から伝わってくる。そんなの見たくないとばっさり。しかし、すごい人だから生かす道はあると思いますとしっかりフォローし、いつも木村拓哉さんはちょっと不平そうな声を出すじゃないですか、超。それはもうあの人のキャラクターなんだから、作品の中でもっと引き出して、みんなで笑い物にしちゃうとかね。新しいキムタクさんを引き出すような役があればいいと思いますと役者キムタクを生かし方を提言した。キムタクは小田裕二や阿部寛のように台本にまであれこれ口を出すようなこだわりのある俳優ではないが、撮影スケジュールなどは全てキムタク優先。ドラマの現場でも監督以下、あれこれ言えないので役者として成長していない、映画関係者、いっそのこと、キムタクを山田氏に預けてみては。明日しのり県知祭、没後80年、故郷花巻で、2013年9月21日共同通信、明日しのり県知祭、没後80年、故郷花巻で、詩人で童話作家の宮沢賢治、1896から1933年が亡くなって80年となる21日、故郷の岩手県花巻市で毎年恒例の賢治祭が開かれ、全国から集まったファンが明日をしのり静かに手を合わせた。木に囲まれた賢治の別宅跡の会場では雨にも負けず刻まれた獅子舞に次々と花が手向けられた。広島県東広島市の広島第3年からはすみれさん、20は風が気持ちよく、作品の中に出てきそうな雰囲気、賢治が生きていたら、ここでも詩の話をしてみたいと感慨深いだった。賢治祭は賢治の教え子たちが始め、明日に当たる9月21日に開いている。人気ドラマ、スペック、プロデューサーなパロディ AV に激怒。ネット上では賛否両論。楽天ウーマン2013年9月21日。人気ドラマ、スペック、プロデューサーなパロディ AV に激怒。ネット上では賛否両論。人気ドラマ、スペック、警視庁公安部公安第5課未遂事件特別対策係事件簿のパロディ AV が、CS などの政治向け番組専門チャンネル、パラダイステレビで10月に放送されることが発表された。ところが、パロディ AV の存在を知った本家、スペックのプロデューサー上田博樹氏が激怒し、法的手段も辞さない構えでパロディアワを批判。この影響かパロディアワは公式サイトや Twitter アカウントを消したが、今度は上田氏の態度や言動に批判が殺到し、本家側も公式アカウントを一時削除するなど混乱が続いている。戸田恵梨香と加瀬亮のダブル主演でヒットしたスペックは、捜査一課が手に負えない特殊な事件を捜査する未証事件特別対策係、通称未証を舞台に、戸田演じる天才だな相当な変人のトーマサヤと、加瀬演じる警視庁特殊部隊、チット出身のセブン分流、セブンにかけるな、常人にはない特殊能力、スペックを持った犯罪者と対決する刑事ドラマ、ドラマ終了後の人気は衰えず、スペシャルドラマ1本、劇場版2作が公開されており、今年11月にも劇場版完結編の前後編2作が控えている、この人気ドラマのエロパロディとして、パラダイステレビは今月17日に SPEX、スペックス未確認性婚特別対策係事件簿の制作を発表、10月からスカパー、などの同社枠で放送されるとアナウンスした。ストーリーは、特殊能力を持った性犯罪者を追っている女性刑事、トンマサヤとナミーが主の男性刑事、エブンのもとに、未来で仲良しセックスされると予言された女性と占い師が訪れるというもの、凝った公式サイトも制作され、一部英文ファンから質の高いパロディとして期待を集めていたが、これが上田氏の知るところになったことで事態は一変した。上田氏は19日、本家スペックの公式 Twitter でパロディ側のアカウントを当てにやめてください、訴えますよとツイート。さらにひとまず、パラダイステレビには法的手段も、打ちますと、連絡しましたと記し、担当者と直接交渉していることを明かした。上田氏によると、その後のパラダイステレビ側の対応は完全なオリジナルのアイデアであり、著作権侵害でも、出演者に対する名誉毀損には当たらない、との見解を展開、向こうの弁護士を立てるそうですというものだったそうだ。この間に SPEX の公式サイトと TWITT アカウントが突如削除された。パラダイステレビ側は上田氏の指摘と関係ない部分で不手際があったためと、サイトを削除した理由を説明している。このやり取りを Twitter 上で公開していた上田氏に対し、ファンからは上田氏への称賛や同意のコメントが寄せられたが、その一方で、器が小さい、公式アカウントでやるべきことじゃない、作品のイメージを落としているのはあなただ、人気がある証拠なんだから許してあげたら、などといった批判も殺到。これらの批判に対して、上田氏は自分の大切な作品を AV にされた制作者の気持ちを理解してくれとは言いませんし、前置きしながらも自分の大切な家族や恋人の顔を AV のパッケージに愛こらされて、ネットで晒されているようなもんですよ。出演者やスタッフが、睡眠時間削って作った作品を、散打茶化されて、戦わないなら作品を守るって何なんですかねと反論した。ここの一連のツイートは間もなく削除され、スペック公式アカウントも一時消えてしまった。現在、同アカウントは復活しているものの、今後は宣伝チームによる告知のみとなります。とただし書きが加えられている。人気ドラマを題材にしたパロディ AV は珍しくなく、松島菜々子主演の家政婦の見た、日本テレビ系を求めたにした家政婦のまた、家政婦は見てた。や、仲間由紀恵主演の学園ドラマ、極戦、日本テレビ系のパロディである古希戦など数えきれないほど存在する。7、問題の SPEX は CS などでテレビ放送されることもあり、今までのケースとは状況が少し異なっている。また、削除された公式サイトなどでビジュアルを確認した限り、かなりパロディとして質が高く、その再現度があだになってしまった部分もありそうだ。それだけでなく、公式サイトであのトラメンミコ主演の人気刑事ドラマ SPE まで内容パロディで完全再現などと歌っていたことや、パロディ側が宣伝ツイートにシャープスペックは間違えたシャープ SPEX などと本家のハッシュタグを入れたことも上田氏を怒らせる原因になった可能性がある。今回と似たようなケースとしては、コスプレ系 AV を制作している運営メーカーがアニメから映画化もされた人気ゲーム、スペインズゲート、シュタインズゲートのパロディ AV を制作した際、著作権者から表現の一部流用を指摘され、作品の出荷停止、回収をしたことがあった。また、同人誌の世界でも人気ゲーム、ポケットモンスターのエロパロディ本を制作した同人作家が逮捕されたり、二次創作として作られた人気漫画、ドラえもんの最終話の作者に小学館が藤子不二雄が厳重抗議した騒動などが起きている。AV の世界に限らず、パロディがどこまで許されるのかという線引きは非常にデリケートで難しい問題だ。パロディ作品は内容によっては制作者が判断激怒するようなものもあるが、法的手段までちらつかせて相手を萎縮させれば、パロディという表現文化を殺してしまうことにもなりかねない。SPEX が予定通り放送されるのか気になるとともに、今回の騒動は AV の世界を飛び越えて我々がパロディ問題について改めて考えるきっかけになったとも言えそうだ。文イコール佐藤優馬スラッシュイエローティアドロップス。桜田淳子20年ぶり復活に注がれる冷ややかな目。現代ネット2013年09月21日。桜田淳子20年ぶり復活に注がれる冷ややかな目。桜田淳子55が20年ぶりに芸能活動を再開するというので話題になっている。10月にデビュー40周年記念アルバムサンクス40から青い鳥たちをリリース。それに合わせて11月26日に銀座の広島中劇場でファンとの交流イベントを開くというのだが、恩人であるサンミュージックの相川秀吉会長の死が桜田に活動再開を決意させたのは間違いないでしょうというのは芸能リポーターの川内健志氏だ。桜田は92年に霊感商法が社会問題になっていた統一教会の信者として合同結婚式に参加。翌93年に出演した映画お引っ越しを最後に芸能活動を休止していた。その後、夫の実家がある福井に移住。3人の子供を設けたが、夫の仕事はうまくいかず、04年からは世田谷に転居していた。現在も統一教会の信者である桜田が17年ぶりに公の場に姿を見せたのが、今年5月のサンミュージックと相川秀吉会長のツアーだった。参列した際にカメラマンから嵐のようなフラッシュを浴びて、忘れていた気持ちに火がついたのではないでしょうか。一度スポットライトを浴びた人間は、どんなに気持ちを抑えてもあの感動は忘れられない。桜田が統一教会を脱退しない限り、芸能界復帰を認めなかった相川さんの死で、彼女の中のストッパーが外れたのでは、デビュー40周年という節目もあり、本格復帰に動き出したのでしょう。川内氏イコール前室。サンミュージック関係者はうちの所属タレントというわけではないし、アルバムを出すビクターが主導して動いている企画、アルバムの中の対談企画には協力しましたが、それ以上でもそれ以下でもない、というのがスタンスですと距離を置いている。オールド感は大喜びかもしれないが、相川会長は草場の金で何を思う。